当だ。いいね。うん。今日は高野山金剛峰寺にやってきました。あー、やっぱ空気違うね。ねえねえ、この前までさ、伊勢神宮にいたじゃん。うん。仏教系のお寺ってお辞儀とかすんのかな。あー、どうなのかね。ちょっと作法がわからないね。うん。ねえ、雪。わあ。こつれる？本当だ。大きいよね。とっても。はあ。ということで体験してきましたが、いい体験だったね。いい体験だった ね、 ね、生まれ変わった、生まれ変わって出ていくような感じのね、アジャリ様のお話だったけど、うん、あの暗闇は母の体内にいるっていう、これからまた生まれてっていうね、うん、ふうにおっしゃっておりましたけど、生まれ変わったガッチャンとムッチャンですね。はい、おまんじゅうえごーやべ、速攻食欲、欲を満たす方に確かに、これ自動なんじゃね、もかしたら、うん、あら、定休日がもしかして多いのかな。月曜日、土日であれで月曜日休みが勝っていいね。今日月曜日か、うん、あー、はいはい、かもしれない。そうだね、うん、あるみたいだよ、うん、あー、なんか食堂お休みだ。あー、お休みのところも多いんだね。ガッチャンにぴったりだね。甘党喫茶だって。いいね、こっちも喫茶店なんだ。本当だ、でもこっちは甘党じゃないのかね。辛党だって甘い、うまいカレー。ああ、いいね、ちょっと、うん、気になっちゃうな、そういう風に書かれちゃう、うん、柑橘系のアリになります。 NHK の朝市とかで特集させていただく。ちょっと甘めですけども、ちょっと甘いですけど、こんな形してんだ。
あの丸い形、あ、物質化したらこんな形で、それを刻みまして、うん、黒蜜。あ、すごいみかん。はい、柑橘系なんですね。うんうん。ああ、独特の後味がふわっときますね。はい、じゃあ。これ2つお願いします。ありがとうございます。はい。はい、お世話様です。ありがとうございました。お気をつけて。いやいやいや。まあね、こっちが銀閣なら向こうが金閣って感じですな。大江戸なんだね。大海堂って書いて大江戸だって。鎌倉後期ではないかと言われている建物。うん、てかさ、この作り珍しくない？お堂に対して底の軒があるのはわかるでしょ。うん、両サイドに回るじゃん。一回盛り上がってるのか。そうなの、うちこれ初めて見る。うん、確かにそこはそうだね。あれどっかでさ、この円筒形の部分の、うん、見たことあるな。成田山新勝寺。あ、そっか。それにしても大きい。この人工的な収量がすごい目にまぶしい。うん、うわーすごいね。お寺なのに鳥居があるというね。あ、そもそも日本って結構お寺の隣に神社があることが多いんだけど、これは日本特有らしいね。そうなの？うん、あのお互いのこう考え方を受け入れるというか。あ、うん、いいことだね。なかなか他の民族ではなかなかないことらしい。回せるの？回しておいてよ。一人で回せるかどうか分かんないけど。よいしわかんなくて全くもって英語が出てこないもんね。すごいね。そろばん持ってるの初めて見たかも。はあ、あれはまた、これはまた、ありがとうございます。こちらこのあの小豆屋になります。はい、すいません。これが上のおまんじゅう。下のこういうやつちょっと、ね、大きめのおまんじゅうになるんですが、うん、これがおみかん系です。みかんなんだ、うん、あのみかんとね、あの
ネトラシアの仏主館っていうて仏様の手のみかんって書くみかんが少し入ってます。見せてくださいます。はい。その330円でお願いします。そうよね。はい。いただきます。甘酒。美味しそうだね。いただきます。あ、美味しい。そっちもうちでもいいよ。やらないかなと思ってたけど、やっぱやっちゃったね。あ、そうそうそう、むっちゃんが切ってくれました。これですね。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しくいただきました。いただきます。あ、はい、いただきます。寒かったね。体力奪われたね。久しぶりに寒さを感じた、体感した一日だ。今日のテーマは精進料理。おお、きのこたっぷり冷ややっこにしようと思ってたけど、とてもじゃないけど冷ややっこ食べれないじゃん、寒くて。今冷ややっこなのかと思ってびっくりしちゃった。あったかいお豆腐は体にこう染みるね。まさに五臓六腑になんちゃらかんちゃらってよくガチャが言ってるやつだよ。あ、こっちか、これ。うん。そっか。対面だと同じ方向からお箸が来るのか。あ、そう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 。全然精進料理じゃないよね。鮭殺してるやんね。失礼しました。そうだね。ただのは和食だね。でも予想以上に、うん、見どころ満載で、ね、でしかもあの心に染み入る、うん、インパクトあるいい場所だったね。うんだね。やっぱり一日じゃ回りきる場所ではないね。うちらさ、馬鹿正直にさ、展示物が全部読みたい派じゃん。だからそうしたら無理だよ。そう、そこなんだよね。うん、多分ね、本当2日半とかかかっちゃうかも。でもさ、やっぱあの観光地っていろんな人いるけど、今日行った金剛峯寺のさ、海外の観光客の人はさ、やっぱ皆さん落ち着いた雰囲気の方々が選ぶ観光地って感じじゃなかった？今日出会った人たちはわびさびを求めて日本に来たっていう雰囲気が、うんうん、なぜわびさびがあるのかっていうのを体感しに来ました、うん、っていうような、うん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 、英語ぐらい喋れるようになりたいね。コミュニケーション取りたいよね。取りたい。英語喋れる喋れないとか言うんじゃない。コミュニケーションを英語でもいいし何でもいいんだけど、ボディーランゲージでも何でもいいんだ、うん、取って話して、今一番自分が伝えたいこと、もしくは相手が欲してることを伝えたい。でもね、今日ね、ボディーランゲージ扱ってないよ。あの勢いだって、勢い。英語喋れるようになりたいな。多分でも人生のうちでもう一回ぐらい来る気がする。ここは死んで魂がこっちにっていうことがないように、その前に。はい、じゃあごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しくいただきました。頭良くなれ、頭良くなれ。かっちゃんの願いじゃん。